このフワッチでは需要あるコンテンツだと思ってるので、お前なんかブロック入れちゃえば放送見れないだけだから。だいぶだいぶ。今一人無言でブロック。はい、次、キャンディーマンどう？法律家なんで、法律家なんだな。はい、嘘。はい、お疲れさん。法律家？弁護士か検事しかいないだろ？キャンディーマンブロック入れたけど、法律家が月曜日のね、あ、じゃ、火曜日の昼間から法律家がいるんだ、こんな14時55分に。お前に弁護を頼む人間も、仕事を頼む人間も絶対いないよ。ブロックです。なんだ法律家って。バットいらっしゃい。お前が法律家でも僕を裁くことができないのが現実じゃん。お前が検事だろうが弁護士だろうが、お前が俺を裁くことができない。バカ。検挙するのはそもそも警察官だ。お前にその権限がないんだよ。アホ。ああ、司法試験にずっと受からないにわか法律家いるよね、そういうやつね。ああ、そういうやついるよ。バカが。これから出歩く、30日で歩く。雨だからね。まあ、そんな感じですよ。まあいくら言っても、もう警察官、お墨付きではないけど、まあ法律には違反していない。今日ホテルだね。法律には違反していないので、その中でやる分には、このね、日本に生きてる限り人様に迷惑かけない、特に法律をまず基準にね、この日本国に住んでる限りは法律にのっとってやってるので、法律に違反してなければ、あとはまあね、大きく人様に迷惑かけなければ、配慮しながら、外配信は配慮しながら放送すればいいと思ってるので、まあそんなもんか。ただ僕にアンチコメント打っても無駄ね。四国配信はアプリ任せですか？何アプリ任せって。何四国配信はアプリ任せですか？意味が分かりません。何アプリ任せって。意味分かりませんよ。疲れちゃいます。なんかさ、変わってる人いるよね。見たもの聞いたものを楽しむっていうより、質問系のやつって、俺は毎回うざいなと思ってるんだよ。放送なんか見るつもりないんだろうね。別に今現在見てる放送さ、映像、もしくは音声を聞いて放送を楽しめばいいのに、なんか先までしろ、先までしろ、先までしろ、この後何があるんですか？この後どこ行くんですか？この後って、予告を知りたいんだろうね、多分ね。バカだから。放送見ない方がいいよ。首吊って死んだ方がいいよ、マジで。放送なんか見たって面白くねえよ、そんな奴らは。俺が思うに。じゃあマジで。先なんか見たって、んなもん先なんかわからないのがネットの生放送なんだから。動画ならば先をね、わかるのかもしれないけど、生放送は先がわからないんだから、ね、現在を楽しんだ方がいいと思うけどね。バカすぎるよな。夏木パパいらっしゃい。夏美なんだな。
変わってるといいんだな。まあ、まあ、しょうがないね。どん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 新規が増えれば増えるほど、その増える値が多くなればなるほど変なやつも増えるんだろうからな。まあいいですけどね、別に2回クリックすればいいだけだから。どんどんブロック入れてます。でも僕さ、このバイク配信で100人以上ブロック入れてたけど、今までね、バイク配信で100以上入れてたけど、でもこの閲覧が稼げる。そういうことなんだろうな。だって100ブロック入れなければ今562ってことでしょ。結果が出てるよ。100人以上入れてるよブロック。もちろんこの旅じゃないよ、旅じゃなくて現地で配信全般的にね。たつたついらっしゃい。まさきブロック、直腸が開いたまんまではみ出て押し込んでも戻らずに、まあめんどくさいね。ブロックです、ブロック。ご飯いらっしゃい。疲れば大丈夫だね、肩が痛いだけで。読むなよ。いやもうあの漢字が途中読めなくなったからブロック入れた。読めない漢字を書きやがったから、ブロック。長い文章をね、長い文章を書いて僕が読めない感情をね、あの途中混ぜながら書き上がったから、ブロックです。ちょっとトイレ行っていい？レモンコーヒーらしい。めっちゃ勢いよくていい。スヌーピー買いに行かない？スヌーピーリスナーに送ってもらうっていう、最終的に。ジャイコいらっしゃい。お、ディーンいらっしゃい。いやー疲れたなー、疲れた、肩が痛い、肩が。とりあえず、タバコいいの？何が？何タバコいいのって。何タバコいいって、どういうこと？いちいちよくねえ、ドラゴン。お前が心配することじゃないと思うけど。いいから吸ってんじゃないの？まず、バカでもチョンコでもわかるけど、ドラゴンくんね。タバコはいいから吸ってんでしょ？いいから吸ってんだよ。バカ。頭おかしいんじゃねえの？喫煙してもオッケーな、な、部屋だから吸ってんだろう。バカじゃないの？そんなこと聞くまでもないと思うけどね。聞くまでもないのよ。聞くまでもないことをなんで聞くのかなって、頭がおかしいのかなって、親の育て方間違ってんだろうな。香りらしい。間違いなく。ガキの頃に、ね、自分が親に育てられた育て方が間違ってるんだよ。聞く必要がないような質問をする。バカなんじゃないの？いいから吸うに決まってんじゃん。ダメなのに吸うやつなんてほぼいねえよ、大人になったら。バカなんじゃない？ねんねる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 ？子供か。俺はホテルは喫煙ルームしか取りません。昨日一軒回ったところは禁煙席しか空いてなかったからね、違うホテルを移ね、違うホテルで来たんだから。銀行いらっしゃい。何でも質問する。今見てるところもタバコをね、吸ってたらタバコがオッケーなの。そもそもタバコがいけないという基準がおかしいわ。
まあそりゃさ、タバコ吸ってて、タバコ吸って OK なのって聞くぐらいだから、うん、原付配信してる時に配信しながら原付で走ってて OK なの、うん、その道を走って OK なの、なんとかなの、もう何でも言うだろうな、そのうち何でも、うん、すごいよね、つららいらっしゃい、心配しまうんだろうね。だから家に引きこもってんだろうよ。さっさと外出ろよ。黙ってねえで。うん。大丈夫だよ。顔出して、外出ても、お前の顔なんか誰も気にしねえから、気になるんだろ。自分特定されちゃう。怖い。外は怖いよ。誰かに見られてるかもしれない。もしかしたら盗撮されるかもしれない。って言って、ずっと家に引きこもってんだろ。外出ろ、バカ。誰もお前のことなんか気にしねえよ。うん。どうしよう。すごく、今は太陽がすごく出てるけど、雨降るかもしれないから傘を持っていかなくてはいけないかもしれない。レインコ、もしかしたら豪雨が来て、雷がやって、雷に撃たれてしまうかもしれないって言って家出ねえんだろ、お前。林間学校いらっしゃい。心配性すぎるよ、お前は。それじゃ怖いよ。もしかしたらテロリストが僕を狙ってるかもしれない。もしかしたら撃たれるかもしれない。とか考えてんだろ、どうせ。バカ。外出ろ、黙って。お前のことなんて誰も気にしてないよ。本当に。そう、カンカンに晴れてんのに、うん、傘を持ってかなくちゃいけない心配をするよ、きっとそいつは。本当に。確実にね、病院に。でも外出なくちゃいけないからな、病院までは。心配症なんだよ。本当に。バカすぎるな、本当に。いやいや、ふわっちにこんだけバカがいるって、病人が多いってことだからね、確実に。病人が。自分は病気だと思ってないかもしれないけど、自分がどんだけ人の感覚とずれてるのかってのがわかるよ。ご飯いらっしゃい。あ、それもいらっしゃいね。いや、今日はね、まあ、ずっとホテルで過ごす。今日はホテルで過ごし、明日もホテルだな。明後日は違うけど、Wi-Fi ついてる病室から、あ、その可能性はあるね。さあ、この後でどうしようかなと思ってて、まあ、9月の中旬ぐらいから、まあ、9月の中旬ぐらいに、食事取った朝はそこ起きて、9月の中旬ぐらい、もしくは20日ぐらいにちょっとなんかやろうかなと思ってるけど、連続でなかなかできないんで、つうかその前に、まあ、バイク配信は、ね、都内とか関東近郊でやると思うけど、やろうとは思うけど、なんか企画配信、大きな企画みたいな、突発的にやることが多いんだよね、俺ね。雑談してて、家で雑談してて、あ、じゃあ、今から行っかとか、そんな感じ多いので、あんまりこうやって、長距離みたいなのは予告してやらない、あ、長距離とかそういうのじゃない限り予告してやらないんでね。肌の白いアフリカ人みたいだ。俺、お前より多分黒いと思うよ。ネット貴族。俺、かなり黒いと思うよ。多分これ今光浴びてるから分かんないだけで、この手の色と顔の色はあまり変わんないと思うよ。猫いらっしゃい。すげえ日に焼けだもん、今回。まあ、野球の時にもう日焼けてたけど、猫いらっしゃい。相当焼けたよ、今回。ふわっち？ふわっちこういう配信する人？ ふわっちは、チャンスだよ。